どうも皆さん、久々のゆっくりで語る農植物の時間がやってまいりました。解説をするゆっくりキネイマルですよ。おや、やっぱり私が解説を行うのは気に入りませんか？当たり前に決まってるだろ。お前が解説をすると食い口が減ると言っただろ。というわけで農植物は終了な。そうはいきませんよ。私自身の食い口のためにも働かせてもらいますよ。とは言っても、あなたたちの食い口が減った分、ほんの心ばかりのお礼とお詫びとしてスーパーカップをおごります。スーパーカップ？逆の衝撃の方？いいえ、アイスのスーパーカップの方です。なんだと？クッキーバニラでもいいのか？ストロベリーチーズでもいいのか？あなたたちバニラやチョコなどのレギュラーは選ばないんですか？まあいい、わかりました。売っていたら買ってあげましょう。どんとこいや。お前らほんと安くて楽だわ。では今回の解説する農植物はトマトです。トマトとは、またオーソドックスというか、短すぎるというか。トマトなんてネタになるの？ネタになるから動画にするんですよ。まずトマトとは、ナス目、ナス科、ナス属に属し、学名はソランナム、リコペルシクム。意味はソランナムがナス科を表し、リコペルシシクムはギリシャ語で、狼とモモを掛け合わせた言葉です。ヒデ名はもちろんトマト、和名は赤ナス、黄金売り、バンカ、投資、サンゴナスと呼ばれました。そんな呼ばれ方聞いたことがない。でも、その呼ばれ方はなんとなく理解できるなぁ。トマトがナス科の植物だし、赤いのもあれば黄色もあるし、今回は納得ができた。そう言われると助かりますね。さて、その科ですが、一時はナス科ではなくトマト科という分類が設置されていました。何それ？聞いたことがない。それは当然です。何しろ現在は解消され元のナス科に戻されたからです。どういうこと？説明して。まず、学名の最後の方に L と入っていますね。この L が学名をつけた植物学者のカール・フォン・リンネのことで、最後の数字は学名をつけた年数です。その頃はナス科という扱いでしたが、1768年にフィリップ・ミラーによってトマト科が設置されました。ふむふむ、だけどなんでそんなトマト科なんて作ったの？さあ、詳しいことはわかりませんが、おそらく分類統計を作る際、さらなる細分化をしようとした結果、トマト科というのを設置したんでしょうね。で、結局のところなんでトマト科が消えたの？トマト科という科を作ったまでは良かったですが、結局のところそれぞれの植物を分類していく最中、トマト、ナスどちらに分類しようにも分類できないもの、さらに言えば分類しようにもやっぱりナス科に分類されてしまうので、トマト科という科が消滅し、ナス科で統一されました。ああ、やっぱりそうなったか。ところで、今回はトマトなんだから食べ方、料理のことを解説するの？やっぱトマトの料理といったらトマトとモッツァレラチーズの前菜だよな。ああ、そうですね。それはそれである意味有名なトマト料理ですからね。初めの一口はチーズだけ食べて、ま、なかなかうまいんじゃねえの？でもなんか、よくわかんねえけどよ。味があまりしねえし、このチーズ。違う、トマトと一緒に、口の中に入れるんですよ。有名ですけどそこまで再現しなくていいですよ。それに料理のことは、クックパッドで検索をした方が、早いし正確だと思いますよ。このチャンネルでは基本的に、植物の紹介をする動画なので、この植物とは何かを紹介します。話は逸れてしまいましたが、花言葉の話をします。トマトの花言葉は完成日、感謝になります。感謝？圧倒的？まあそう言うと、思ってましたよ。完成日は実の色、形が種類によって様々でありながら、鈴なりに実ったトマトは、一種の統一された完成日があるからでしょう。感謝は、トマト自体ことわざになるくらい健康に、良い食品としての感謝でしょう。そうなると花言葉というより、見言葉にならない？ぶっちゃけそう言われるとそうとしか言えませんね。ああそうだ、言いそびれましたが、トマトの語源ですが、トマトのふるさと、南米アンデス山脈の高原に住んでいたアステカのナワ族の言葉でホオズキを意味する言葉らしいですよ。そういうことで言えば、ホオズキもナスカだったよね。以前動画にしてるからそのことは勉強させてもらったよ。ああそうか、そういうことだったのですね。え？何が？これは議論ですけど、新大陸から旧大陸に持ち帰られた多くの野菜や花、トマトをはじめ、ナス、ピーマン、唐辛子、マリーゴールドなどの植物は、その後、ジャガイモ以外すんなりと受け入れられ、食卓を華やかに彩りました。なんでジャガイモだけが受け入れられなかったの？
ちょっとそこはジャガイモを紹介する時のネタにしたいので今は語りません。ともかく先ほどのホオズキの話で、ホオズキはもともとヨーロッパで食用にされていたため、トマトは食用に適用されたのではないでしょうか。でもそれって理論なんでしょ。そうです、確かに理論です。ですが見たこともないものを食べ物ですと言われたからってホイホイ食べますか。チョコレートことショコラッテは高級食材と分かっているから広がったけど、知らないものを口に運ぶのは結構勇気がいりますよ。そう言われると見たことがない不可思議なものって食べる前に警戒するものだよね。キノコとかナマコを食べた人って勇気あるよな。どんな世界でもファーストペンギンとなるのは大変なものですよ。さてそろそろ育て方の話をしましょう。今回は育て方を知りたい人も多いでしょう。やった、このシリーズ初のサボりタイムだ。おっと、サボりは良くないですよ。居眠りをしようとしている生徒には先生が特別な注射を施しますよ。う、あの注射はやばい。あの注射って何？では育て方ですけど、基本的に鉢植え、植えどちらでもよく育ち、初心者でも簡単に育てられます。暑さには強いですが、寒さには弱く、霜に当たると枯れてしまうので、基本的に初秋ぐらいまでは、トマトの収穫ができます。ですが、霜が当たらないように室内で、育てれば越冬ができるそうですよ。実はホームセンターで、トマト専用の土が販売されていますが、一から作る場合、赤土6、腐葉土2、バーミキュラ2くらいで作り、水はけが良く、肥料分の薄い痩せた土でも、育ちます。もともと、原産地がアンデス山脈の、高原なので水も少なく、痩せてる土地なので、そういう条件でも十分育ちます。トマトを育てるにおいて必要なものとして、支柱が必要になるので、支柱とそれをつなぐテープか、モールのようなものがあると便利ですよ。本当に支柱が必要になるんだ。ビルダーズくんでもトマトに支柱をしてたが、本当だったんだな。実際、支柱がなくとも育ちますが、実が鈴なりに増えたとき、その重さに耐えられなくなり、地面を這うように成長することになります。そうなってしまうと、せっかく育ったトマトが地面で、腐ってしまうので、そうならないように、固定をするのがベストでしょう。トマトを管理するのにおいて、芽かきが重要になります。根から出ている葉の根元に、即死、次の枝が出てくる部分があります。もちろんこれを育てればその先に、花が付き、トマトが実りますが、放っておくとものすごい量の、トマトが実りますので、管理がしにくくなります。実際、ミニトマトを育てたことはありますが、手を入れなかったために、食べきれないほどのトマトが実りました。植え付け時期は、種なら3月頃、ポットで買ったものなら5月となっていますが、6月でも問題はないでしょう。育てる上での注意点は、密集させない、水をあげすぎないことです。トマト自身、乾燥した気候の出身なので、湿度が高かったり、苗の密度、手入れを怠ることで密集し、風通しが悪いと、リンモン病や疫病が発生し成長の妨げになります。また、虫も発生しやすくなるので、注意をしてください。水が多すぎると、実が割れてしまうので、そのような実が多い場合、水の与えすぎに注意をしましょう。トマトならず、ナス、ジャガイモ、ピーマン、ペチュニア等の、ナス科植物の輪作も、良くないので控えましょう。育て方は以上です。最後はトマトの雑談で終わりますが、トマトの生産と消費量が、多い国はどこだと思いますか？やっぱりそこはイタリアでしょう。イタリア料理と言ったらトマトだから、生産、消費ともに1位だよね。残念ながら1位は中国、2位がインド、3位がトルコとなっています。イタリアは7位となっています。やはり温暖で乾燥した地域だからでしょうね。でも、消費は1位でしょう？消費国の1位はトルコ、2位がエジプト、3位がアルメリアとなっています。残念ながらイタリアはやっぱり7位でした。しかし、ざっと写真でそれぞれの国の料理を見ると結構赤色が多く、トマトを多く使っているのが、わかります。そうかー。それは残念だなー。でも、トマトって、大抵の料理に使えるし、カレーや中華料理もあるしなー。じゃあ、和食にトマトは？そういえば、考えたことがありませんね。最近の流行りだと、トマト鍋というのがありますが、チーズを入れるのもあるので、イタリアンに近いのでは。和食は素材の味をそのまま生かす方だから、刺身、くらいなのかな？探せばあるかな？煮物？最後にトマトが、いろいろな作品の題材にされています。ここには書ききれないほどの、多くの作品が存在します。
それだけ、トマトが多くの人たちに愛されているのですね。まあ、確かにトマトのゆるキャラも、存在するしな。トマトって題材にしやすいんだろうな。この中で一番気になる、アタックオブザ、キラートマトって何なの？さすがお目が高い。1978年アメリカで、公開された、B 級映画を模した回る、Z 級映画とも、不朽の打作とも評された作品ですが、一部に熱狂的ファンを持つ作品です。日本で公開されたのか？残念ながら公開はされていません。しかし、DVD で販売されていますので、気になる人はぜひ見てください。個人的にはもし日本語タイトルがあるなら、進撃の殺人トマトってところですかね。巨大なトマトが人々を食べそうな内容。絶対に壁を壊してそう。こんなところで今回の解説を終了します。いかがだったでしょうか？今回はなんでトマトを選んだの？本来は6月にアジサイの解説を行おうと思いましたが、種族の部分でつまずき、作業が困難と判断され、トマトに変更されました。それとともに、そろそろ農植物をやりたいなぁ、というのもありました。というわけで終わりにします。それではさようなら。次回は、園芸植物で会おうね。それではさようなら。好き嫌いせずにトマトを食えよ。まただぜー。